ができるほど人気のパン屋さんがありまして、場所はと言いますと最新のこちらです。出てきた。これは絶対美味しいやつだ。コロンコロンとしていて可愛い。いや本当に味わいも様々なベーグルです。オープンして間もなく4ヶ月の札幌最新商業施設、ココのすすきのディディ新札幌。オープンして早くも大勢のお客さんでにぎわっている大注目スポットです。そしてその最新施設には今時のパン屋さんが入店。そのパンをいただけるおしゃれなカフェもあって人気になっています。そこで売れ筋をチェックしてきました。地下鉄直結なので雪解け時期のお出かけにもぴったりです。今日の特集は最新商業施設に行列も、今話題の人気パンです。まずはすすきのの新名所、ココのすすきのにあるパン屋さんから。札幌で今最も勢いのあるお出かけスポットの一つ、ココのすすきの。すすきので、ね、パンを買いに行くっていう時になったんですもんね。まあ、テーマは昼も眠らない街すすきのへということで、もう新たな人の動きも生まれています。朝の風景にも変化がありましたよ。現在朝の10時です。すすきのを代表するこの日課のおじさんの姿、すすきのの朝の風景も新鮮ですよね。そしてこの時間帯でももうすでに人が結構いるんだなという印象です。こちらの店内ではパンを焼いています。そしてその先ではいらっしゃいませ。パンを売っています。伺ったのはエスプレッソ D ワークス。店内で焼き上げるこだわりが詰まったパンを販売。さらにコーヒーやパスタなどの食事も店内でゆっくり楽しめます。お昼時には満席になり、行列もできるほどの人気になっているんです。改めてすすきののイメージが変わったなと思いますね。ホテルがあっちにあって、駅前に行く道でそのこのクロワッサン屋さん見つけて行こうみたいな。めっちゃサクサクです。めっちゃサクサク、美味しい。いちご練乳のパンとクロワッサン、チョコとプレート。クロワッサンは孫用で買ったの。もう酒飲まないんで、すすきのはめったに来ることないんで。着やすいですよね。なんか軽いですね。さっぱりしてね。それでいて歯ごたえがあってね、美味しかったですよ。パンは店頭におよそ10種類ほどが並びます。うわー、すごいたくさん種類がありますよ。スイーツ系からサンドイッチまで10種類ほどありますね。いや、クロワッサンどれも美味しそうなんですけど、どんな特徴があるんですか？はい、フランス産の発酵バターを使用して、朝うちの店舗でいつも焼き上げておりますので、常に焼きたてが食べれるようになっております。朝から焼きたてのクロワッサンがいただけるなんて幸せ。もうね、すごくいい香りしてるんですよ。バターがね、こんがり焼けるいい香りです。いただきます。外が本当にパリッパリ、ザックザクで、中はもちもちなんですね。こんな美味しいクロワッサンが朝からいただけるなんて嬉しい。その他にも揚げずに焼いた悪魔のカレーパン、黒カレーなスパイシーな風味が後を引く悪魔的な癖になる美味しさです。さらに厚みのある食パンに甘い卵液をたっぷり染み込ませた、もう卵焼きのような食感のフレンチトーストもあります。さらにさらに、こちらで一番おすすめしているのが100食パンといいまして、世界一柔らかい食パンを作るために開発されました。
通常ですと小麦粉100に対して水分量75程度なんですけど、うちは世界初小麦粉100に対して水分量100の食パンを作り上げることができまして、より通常の食パンよりはふわふわしっとりとした食感がお楽しみいただける食パンとなっております。焼きたてがこちら。なんか見るからに美味しそう。もう看板商品100、パンの柔らかさ、ほらご覧ください、こんなにふわふわなんです。うわー、もう美味しい。うわ、何この跳ね返るような弾力。わあ、すごいもちもち。柔らかさがありつつしっかりと弾力があるので、一口一口がちゃんと食べ応えがあります。自家製のホイップバターをつけていただくと、優しいミルクの風味が加わってさらに美味しくいただけます。ホイップバターなんだ。そしてモーニングの時間帯は店内でこの食パンを使ったボリューム満点のメニューもいただけます。いや、それにしても店内広々としていて本当におしゃれですよね。もうなんか英語の本が、ね、置いてあったりですとか、もうインテリアもハイセンスなものだらけで、なんか海外のカフェに来たようなそんな雰囲気ですね。お待たせしました。こちらクロックマダムです。ありがとうございます。すごいボリュームですね。わあ、美味しそう。これどういったお料理なんですか？はい、こちらで焼き上げた100食パンを使用して、中身にベーコン、アボカド、ドライトマトを使用して、上からたっぷりのチーズとポーチドエッグを乗せた朝食にぴったりなメニューとなっております。卵いっちゃいますよ。わあ、出てきた。たまらん。ベーコンもこうはみ出るぐらいたっぷり入っているのがわかります。中の具材本当にたっぷりです。トマトの酸味とアボカドのまろやかさ、そしてベーコンの塩気がちょうどいいです。食パン自体がすごく分厚く切ってあるんですけど、さすが100、軽いです。すごくもっちもちふわふわで弾力があるんですけど、すごく柔らかいので食べやすい。またランチタイムにはふんわりしっとりの食パン100がセットになったランチも登場します。ドリンク、スープ、サラダ、そして100、さらにはパスタなどのメインメニューがセットになっています。ここのすすきののお買い物や映画帰りのお客さんでにぎわっているそうですよ。またこちらの100は季節ごとに新しい味も出ます。この春登場したのは桜の塩漬けとホワイトチョコレートを入れた桜味と、このピンク色のいちご味です。さっきインタビューでなんかおっしゃってましたよね、いちご練乳。そうです、そうです。いちご味にはミルキーな練乳も加えています。さあ、いちご練乳100、福永さん、村雨さん、ご用意いたしました。いやありがとうございます。いちご練乳だ。どうぞ召し上がって。確かにもう断面見ただけでいちごと練乳が入ってるの分かりますね。たっぷり入ってますよ。持った感じがもうものすごい柔らかいの分かりますね。すごい軽い。いただきます。どうも。いやいただきます。おいしい。でもなんかものすごいいちご練乳の甘すぎるって感じじゃないんですよね。むしろいちごの酸味が効いていて美味しいですね。ちょっと控えめな甘さっていうのが美味しい美味しい、ただふわっとしてるだけじゃなくて本当にしっとりでもっちりしてますね。なんか最後ちょっと舌の上で溶けてくるような感じ。これ美味しい。もうなんかもう格別ですよね。もうなんか 春らしいので手土産にもぴったりだと思いませんか。見た目にも可愛いパンが、続々登場しますよ。続いてはこちらです。
コロンコロンと形が可愛らしいもっちりベーグルの専門店です。そのパン屋さんが入っているのは開業して間もなく4ヶ月を迎える商業施設ビビ新札幌。買い物しながら緑に会える場所、早くもあらゆる世代のお出かけスポットとして大にぎわいです。まだちょっと公園で小遊びできないし ね, ね。この施設の象徴ともいえるビビパークと同じフロアに今回ご紹介するベーグルのお店があります。ここです、ここです。ありました、ジェントルベーグル。いや、青とブラウンのお店、おしゃれですね。そしてもうすでにたくさんのベーグルが並んでいます。今回は2回目です。2回目ですか、はい、私はプレーンがお気に入りです。小麦の味がしっかりしてて、であの麦というかもちというか、その食感もすごい気に入ったので。限定のショコラフレンジと、それからごまごま。今日で2回目なので、今日はたくさん種類が揃ってたんで選びがいがあったんですけれども、いつも夕方来るので種類がもうほとんどなくなってたんで。定番の味、季節限定など13種類ほどありますが、もう並んだそばから売り切れになるほどの人気ぶり。こちらのベーグル、その人気の秘密とは。もっちりだねこれ。こちら道産小麦の春豊かを使用しておりまして、店内で粉から仕込んで焼き上がったものから順にお出ししている形になります。特徴としましては、むぎゅっともちっとしたような食感が美味しくて、小麦の風味もとても豊か で味もこのようにいろんな種類ございますので、毎日食べたくなるようなベーグルを目指して作っております。手間がかかってるんですよ。まず生地を混ぜて、寝かせて、形を作って、そして茹でて、最後に焼いて、およそ1時間ほどで完成です。膨らんできた、膨らんできた。美味しそう。タイミングが良ければ焼きたてを手に入れることもできます。嬉しいです ね。さあ、ベーグルの一番人気はココショコラ。ココア生地にチョコチップを練り込んでいます。店内には眺めのいいカフェスペースがあって、そちらでいただきました。中のチョコチップたっぷり、こんなにとろっとろです。なんです、口に入れた瞬間にココアの優しい香りが口全体にふわっと広がって、なんといってもこの生地ほんともっちもちですよ。すごく弾力があって、で結構小ぶりで小さいんですけど、ずっしり重たいんですよね。代わってダブルチーズは2種類のチーズ入り。上にかかったとろけるチーズの香ばしさ、さらに角切りチーズの歯ごたえを楽しめます。こんなに入ってるんですね。さらにこの春の新作ベーグル、桜です。おー、あ、桜入っとるよ、こんなに。見えました、桜のいい香り。春だ。ベーグルはこうよく噛むしね、いいんじゃないですか。甘くて美味しい。桜餅のようなほんのり塩気の効いた優しい甘さのあんです。もちもち食感のベーグル、マッチしてますね。また食事としてしっかり食べたいときにはこんなベーグルもあります。ベーグルのサンドイッチもあるんですね。こんな卵の親しみやすいメニューから、ローストビーフサンド、こっちはポークリエットなんか、すごくなんか豪華な具材がありますね。どうしてこんなに豪華なんですか。はい、実はこちらベーグルをプロデュースしているのがフレンチのシェフでして、もちろんローストビーフなどすべての具材はフレンチのシェフが調理したものをこちらで使用してますので、相性抜群となっております。ローストビーフのサンドは厚切りで存在感も抜群です。お肉の旨味が
存分に感じられます。柔らかさもちょうどよくて、このベーグルとのもちもち感にぴったりです。ローストビーフだけで勝負できるぐらいのものなんですね。本当そうなんです。さらにこちらは豆乳を使ったマヨネーズで作るヘルシーな卵サラダのサンド。豆乳を使った、はい、普通のマヨネーズよりも酸味が控えめで卵の甘みが引き立っています。これもたっぷりですね。これも ね、はみ出てます。こちらは220円、お手頃なお値段も嬉しいです。ジェントルベーグル、朝から夕方までお好みに合わせて利用するのもいいかもしれません。いかがでしたでしょうか。いやもうまさに明日の祝日ね、まあ、ご家族揃って、まあ、買いに行くもよし食べに行くもよしってところじゃないですか、行きやすい場所ですから ね、ちょっと早めで遅めか、ちょっと遅めの朝食とか作るのもいいんじゃないですかね。そうですね、ぜひ利用していただきたいです。もう場所はとても分かりやすいところにありますんでね、うん。